愛知県立犬山南高等学校は愛知県犬山市蓮池にある県立高等学校。尾張の北東部、緑に囲まれた高台に位置する。地元では犬南、南高とも呼ばれる。教育目標障害にわたり成長していくための基盤となる力を養うとともに国家及び社会の優位な形成者としての資質の育成を図る。そのため、 生徒の優れた個性を新調し、知、徳、体の調和の取れた人間形成を図るとともに、心豊かな社会を築く態度を要請する。校訓、向上と内政できることを増やす。自分の行動を振り返り次に生かす。目指す、生徒像教育過程を通して、次の力を身につけさせる。読解力、コミュニケーション力、表現力、やりの口から、 自ら学ぶ意欲。震度実現スローガンは、夢叶う犬山南。補修全教室、学習室にエアコンを完備。3年間を見通した、キャリア教育、総合的な探究の時間を中心に行う。外部講師による、震度別講話を受講するほか、職業研究、学校研究などの活動を通して、自分の将来を考える。外部検定の圧線英語検定。 漢字検定、ワープロ検定を圧戦し、資格取得を目指す。学校設定強化、向上学び直しで基礎力向上。特徴校訓、向上と内省を、具現化、基礎学力、学習意欲、基本的生活習慣の向上を目指す。方法、評価毎朝10分間のプリント学習、1週間で50分、授業、毎学期5段階評価を実施。 広大連携全生徒が大学の講義を受講から総合的な探究の時間1.2年生全員が学年別で名古屋経済大学で講義を受けてレポートにまとめる。授業取る意から少人数授業で基礎、基本の徹底理解クラス編成と選択科目2年生3年生生活指導工場訓、味見は我慢の実践。課外活動特徴活動時間。 早朝練習マイナス業後活動時間運動部分か、部配部となった部活動平成30年度4年生、大学短期大学専門学校就職服,服装、男子女子制服移行期間、頭髪アルバイトアルバイトは原則として禁止する。家庭の事情でアルバイトを希望する者は、アルバイト許可願いが必要。携帯電話持参する場合は、8時30分帰りの、 ST5 校舎を出るまで電源を切って、カバンに入れておく。不要物学校生活に必要のない物品を所持しないこと。所持していた場合は、学校で預かる場合もある。その際返却は保護者を通じて行う。文部科学省は教育の ICT 化に向け、キガスクール構想の実現を示している。その整備事業の一つとして、児童生徒に一人一台端末を目的とした。 学習者用端末等の整備を進めている。愛知県教育委員会は県立高校に通う生徒にサーフェイス号に4383台を生徒用端末として配備を進めている。メモリ 8GB、ストレージ 128GB の比較的上位モデルを採用した。セットアップを各校で行うことにより導入費用を削減できた。またサーフェイスペンや タイプカバーも用意される。犬産南高校では2021年度から全生徒が端末を使用できるようになったが、ネットワーク上のトラブルにより、Windows にログインできない、インターネットに接続できない、遅いといったトラブルが多発した。そのため端末の配備は進んだものの、授業内で使う機会が失われている状況である。頑張り坂山を切り開いて開設されたために、 校舎にたどり着くためには、急峻な坂を登らなければない。正門の坂は、頑張り坂、北門の坂は、踏ん張り坂の愛称がある。頑張り、坂は坂戸より玄関へ続く長い坂を誰が名付けたわけでもなく、いつしか、頑張り坂と呼ばれるようになる。また、頑張り坂という歌も完成。踏ん張り坂、北門の坂。小高い山を崩しての工事のため、 工事の発展に連れて下から岩盤が出るなどして、日程が遅れる。その年の暮れには、第一棟の基礎工事が終わったが、建物らしいものの姿はなく、第一回生の募集にも影響が起こりそうな状況であった。小牧地区からの通学者に配慮し、本校に近い庭高校の小内内北側に、プレハブ校舎6教室を建設し開校。毎日が暑く、トン舎から来る。 匂いの中で学習した。猛暑のため、つららを教室内に2本ずつ設置するも、屋外の方が涼しい状況である。部活動はぜ道を選んで、ランニングに励み、不装調グランドや工業団地グランドをわずかな時間、仮で観天の自由にも似た思いに浸った。現在の地に移転したのは、同年8月18日となった。当時は山の上に校舎がポツンと立っており、 グランドには、石ころが転がっている状態であった。植木造成によって破壊された緑を取り戻すために、庭木や草花を植えたが、石だらけで痩せている土地であったため、植えた木や草花を枯らした。校舎の多い斜面に苗木を植えれば成長して、やがて防風林になり、斜面の補強にもなると考え、生徒一人一本の苗木を植えることを計画した。次年度は二回生が、テニスコートシーペ斜面に、 杉苗400本を植える。3回生はテニスコート西南斜面の上の方に、ヒノキの苗木を下の方と浄化層の北斜面に、杉の苗木を計450本植えた。4回生は運動場西南斜面に450本の苗木を、5回生は運動場の南斜面に360本の苗木を植え、一人一本の植木計画は完了した。山を削り校舎を建てたため、 終わりの野を一望することができる。木々に囲まれ自然豊かで四季折々の景色を見ることができる。霧がかかった体育館とプール行きとテニス校という支柱。バスは上下5本ずつ。通常時の登校、下校に間に合うバスはない。校門までは蒸気時間で行くことができるが、頑張り坂を登り、教室まで行く必要があるので、さらに5分程度かかる。 電車で登校する多くの生徒が駅から学校まで自転車を利用。生徒の90%以上が自転車を利用。ありがとうございます。